皆さんこんにちは、日本人の兵庫県民の淡井圭介です。本日2023年8月の12日、昨日の、なでしこジャパンの、FIFA ワールドカップ女子の、大会について、まず、皆さんに、残念ながら昨日の試合は負けてしまいましたけども、ご苦労様でしたと、ねぎらいの一言を送りたいと思います。で、これはもう今後の対応の仕方なんですけども、私が阪神タイガースへのメッセージっていうのをホームページの淡井圭介の駅の6番と、106番、訂正します。106番と、あとその横に、106番00かな、あの動画で、阪神タイガースにいろいろ物申してるところだとか、スポーツ業界へのメッセージだとか、そういったところを見て、しっかりとまず、勉強してください。社会のことをね、コンピューターが人間の使う神がかり的な力をかなり覚えていると。その状況下でいろんな人間の喋ってる内容とかが影響を受けるんです。試合で、これはどのスポーツも同じです。一般社会でも同じなんです。そこまで理解できてるか、到達できてるかっていうことになってくるんですよ。まず解説席で試合当日、私実際、キックオフ少し前からテレビをつけて、勝ちに行こうと思っていました。だけども解説席の男性、試合中にしょっちゅう笑ってる。最初は日本の方が流れ良かったはずなんですよ。こちらもそれなりに対応しようと、していましたから。ごめんなさい、今ちょっと電車が通ってるんで。あと、丸山さん、元日本代表の丸山さんは、私の知ってる情報では、現物は見たことないんですけども、ヌードの写真集を出したりとか、そういった人は NG です。解説席とか、その業界と関わらすのやめさせてください。それしなかったら足引っ張られます。これ理解してください。いいですか？私が頭の中を貸したりとかして、神がかり的な力で、もともと、ボクシングとか K1 とかライジンとかもそうだし、野球、サッカー買ってます。で、なでしこジャパンが2011年で、ワールドカップを優勝できたのは、東日本大震災があったという理由付けが大きいんですけども、コンピューターとうまく連動して、神がかり的な力を発揮した方が、やっぱり効力は高いんです。で、法的知識もやっぱり必要になってくるのと、あと、もともとこの国がどういう国だったかっていうことをしっかりと、理解してほしい。1956年に売春防止法が出来上がったんですけども、それまで売春が合法化されていた。その社会がいかにめちゃくちゃで、なぜ暴力団というものが未だに存在しているのかっていうところを普通に考えてもらったらわかります。私が子供の頃ぐらいの頃とかだって、でもまだテレビ局は異常性は高かったですね。いいですか？エロ業界イコール暴力団員なんです。これはイコールです。ね。今でも警察官とか中途半端な行動しかしてないから、レンタル DVD ショップでアダルトビデオコーナーとかが存在する。これはもしかしたら裁判官の判例で間違った判例を、出してしまった。要するに裁判の判決ですね。そういった裁判官が存在するのかもしれないし、基本的に法律の強いところ、裁判所の近くとかのエリアに関して、そのアダルトコーナーがあるかっていうとなかったりします。例えば神戸市中央区のレンタルビデオショップ一回見に行った時はなかったんですよ。ただし数回か見に行った時に、できてた時もありました。だからずっと裁判所の命令に従う従わないの部分のところで、おかしな動きをする連中がいた。何が言いたいかっていうと、1956年に売春防止法が出来上がったっていうことは、この国を動かしてきた議員、国会議員や、知事、市長、地方議員、あと大企業の役員。役員っていうものは専務とか常務とか、社長とか、
大きな会社の集まりだった会場だとか、まあそういうふうな、お金を持っている連中が金に物を言わせて何でもありの世界を作っていた。これが現実なんですよ。で、その残党どもがまた存在する。で、淡井圭介と抵抗している。淡井圭介は世界中の、多くの首脳の間では私は名の知れた存在です。だから、もともと二十歳ぐらいから、皇室の方たちと実際にお会いして、様々なことをお話ししてきて、まあその当時から国会議員の方たちと関わっていて、多くの方と。当時の大臣とかも、淡井圭介が勤務地が変わったとしても自分の方から会いに来たりされる方が多かったと。まあ僕は二十歳ぐらいの頃に、まあまだその頃は理化学研究所がスーパーコンピューター K や富岳を作ってない頃で、私が二十歳ぐらいの頃が1997年の頃なんですけども、そこから10年後ぐらいに K が、できてるんですよね。で、神戸市に置かれている。で、その後の富岳も、神戸に置かれていると。まあこれが、この国の状況であって、でまあその当時いろんな方たちと話をしていたので、全てが全て私も思い出せるわけではありません。で、まあその辺のところは解明できる部分は解明していきたいなとは思ってるんですけども、今までの話の流れで分かったと思いますけども、エロって金稼ぎしたやつは暴力団側なんですよ。まあ、純公正みたいなものです。テレビ局でもいっぱいいたでしょ？アイドル関係とかでも写真集で、ヌード写真集出す人間、女優とかでも。無理。それ暴力団が、暴力団への資金供与っていうことに、例えば、風俗関係の、性風俗とかの店へ、まあ政府の人間であろうが誰であろうが行ってお金を払ったとします。そしたら暴力団のそれ資金提供、ああいう性風俗とかアダルトビデオとか扱ってるところは全部暴力団が運営してるんだから、 98% か 99% のところがね、残り 1% とかは暴力団と関わらなくてそんなもの運営できるのかっていうところの、そこの数字も僕はいまいち信じてないんですけども、その巨大なそのグループ山口組をもともと解体にかかったのがこの淡井圭介であって、まあ一時期は3つのグループに分かれて、まあ分けるところまで進めたと。まあオバマ大統領の頃にオバマさんに頼んで、まあもともと向こうと、まあ認識がありますから、まあ政府同士、安倍政権の頃に安倍さんも知り合いでしたから、暴力団の口座の資金凍結ということで、まあ政府の方でお金を回収しました。で、まあはっきりしたことはわからないんですけども、それらしいことは古舘伊知郎さんが報道ステーションで出演されていた時に、ある程度のことを言ってたんですけども、2016年、それまでずっと毎年毎年日本は借金が増えていってたんですけども、2016年に関しては借金が減ってるんですね。その時は、2015年から16年にかけて1ドル125円っていう為替相場、これはアメリカの方やヨーロッパの方とかと、中国の方とかと、まあ水面下で話させていただいて、私からの提案なんですけどね、安倍政権の頃にその価格、為替相場の価格で、行わせてほしいと。それプラス、まあそれによって、まあ税収が上がったりとかもしてる部分がある、あったんですけども、その年はね。で、いろんな大企業とかで、そのエロ業界と君たち関わってたでしょ。例えば課長級以上とかね。その辺のところを、まあ、法的に徹底的に追及して、
まあ口座に貯めてたお金とか政府は回収したのかもしれないですね。その毎年積み上がっていく借金の量とか税収とかを比較してもらったら分かると思うんですけども、税収だけじゃ全然足らないんですよ。その倍ぐらいのお金を政府は使ってますから毎年。だからものすごい勢いで借金が増えていって、2015年ぐらいの頃が日本の借金額は1000兆円ぐらいだったんですけど、今が1200数十兆円。まあ今年で、まあ、その1200何十兆円っていうのが、まあ、去年のその集計が出て、まあ、今年発表されるみたいな形だと思うんですよ。だから、まあ、今年1300兆円を突破してもおかしくないと。まあ、ちょっと話飛び飛びになりましたけど、なぜ丸山さんが出ちゃダメかっていうのはこれで分かったでしょ。エロった人間ダメ。他にも体操会とかでも田中理恵っていう人間下着の写真集を販売したんだけども、その後理事になってる。まあスポーツ業界はもともと国民の税金を使って成り立ってるっていうことを深く認識してください。まずサッカースタジアムね、ホームページ淡井圭介の利益の48番をまず見なさい全員で。この動画の閲覧者数が少ない限り、ワールドカップの優勝ありません。各選手や関係者が、閲覧できてないっていうことは何にも分かってないっていう状態だから、それじゃあ試合前から取り組む姿勢から試合中に行うべき、使うべき言葉とか対応の仕方っていうのを全て間違えるんです。それを僕は全部フォローできるかって言ったらできない。これは結果なんです。例えばプロ野球界だったら解説的に、まあここ1週間ぐらい前かな、まあいないぐらいのところで、どの試合かは忘れましたけども、やたらと解説席ですぐに笑い始める、仕事中なのに。勤務中に笑うのは基本的に禁止です。だけどもサービス業とかありますから、営業スマイルとかそれは理解できます。まあにっこり笑ったりとかね、まあ動画で何かメッセージを伝えるときにも本当は笑顔ありじゃないと良い関係は作れないっていうことは分かってるんですけども、私も今日の試合の勝ち負けがありますから、それに向かって日々取り組んでますので、膨大な試合量と向き合ってますので、で、まあこの動画でも今のところ笑ってないでしょ。もう大体ずっと気を張ってる状態ですね。で頭の中を貸したりだとか試合の時間帯とかにね、まあそういうふうな形で対応しています。でその方が選手の能力は明らかに飛躍的に上がってるんですよね。これが事実です。で、まあオリンピックの世界記録なんてものは、まあ他者の力を借りて、ずっと、ずいぶんもう何でも前からね、こういうふうな電波の仕組みとかを利用して、結局、他者の力を借りて上乗せしてる状態で試合本番でレコードタイムを出してるんです。世界新記録をね。強い、ま、昔からそうです。だから今の現代社会で、オリンピックで、まあ陸上にしろ、水泳にしろ、時間、タイムを競うようなものに関しては、そもそも世界記録新しいものを出すにあたって一カ国の力だけでは足らないのかもしれません。はい、今まで一度スポーツ関係のことを僕のホームページに以前、載せてた内容を一旦削除したんですけども、量が多すぎるかなと思って。で、もう一度またホームページを作り直し始めて、まあ、ご覧の、欄の数になっていて、まあ、どこから読んだらいいのっていうような、形になってるんですけども、重要なところはエネルギーの残存量問題。これについて深く語っているところと、そのエネルギーの各分野に関して詳しく説明している欄。そして、どう対応しなきゃならないかっていうことを、ホームページ、淡井圭介の利益の58番に記載しています。まず、僕のこの YouTube を見る前に、家の中に、まあ何でもいいですよ。まあ、いらない紙の裏、ね、こういうふうな、まあ文字が透けてますけども、こちら表じゃないです。裏、まあ、こうすればわかりやすいかな。文字が書けるじゃないですか。いつでもね、気軽に。で、家の中探してもらったら、鉛筆とかいっぱい余ってるのあると思うんですよ。
シャーペンとかね、そういうのを先に動画見る前に用意しといて、テーブルの上にね。で、動画の停止を一旦押して、さっき淡井さんがホームページ淡井圭介の日記の、48番を見なさいとか58番を見なさいとか言っていた、どういう意味だろうって自分で見ようって、これが勉強で知識を得ること、そしてだんだんあの神がかり的な力の世界のことを覚えていってくれたらいい。それがなかったら無理です、優勝なんてものは。もともと2011年のその女子ワールドカップに関しては東日本大震災っていうところをまあ利用してって言ったら言葉は悪いんですけども、まあその辺のところまあ世間に話通させ、あ、世界に話通させていただいてね、まあああいう風な、優勝、もちろん選手にはその辺のところがその当時はしっかりと知られてなかったかもしれません。だけどももともとそういうものです。でまあ、その昨日の試合に関しては8月11日、まあ、日本の時間軸と日付でいうとちょうどイレブンサッカーということでね、まあ、験がいいなと、あの演技がいいなと思って、昨日の試合取り組んでたんですけども、まあ、最終的には1点差で負けてと。まあ、2011年以降に、そのアメリカが国際戦でね、44連勝を行ったりして、そこで途切れたんですけども、もともと何の力を貸していたかって言ったら、僕の流れなんですよね。僕は若い頃に、まあ、ゲームセンターで、新サムライスピリッツっていうゲームがあって、まあ、43人抜きを行っていて、まあ人間相手のその対戦型のゲームでね。で、もう2時間ほど座りっぱなしでお尻が痛くなったから意図的に44人目で負けたんですよ。だからずっと座っていられるんだったら、まあ一日中でも、勝ち続けて、まあ100人抜きだろうが120人抜きだろうが、まあできてただろうなっていう感覚で、まあその頃、三宮でね、その新サムライスピリッツの大会があって、神戸市の神戸市の中央区、一番人口が密集しているところなんですけども、まあ、そこで、1000人ぐらい入るところかな、客席が1000人か2000人ぐらい入るような客席のところで新サムライスピリッツの大会があって、まあ、一応僕優勝してるんですけどね、まあそこで43人抜きの流れを利用して、まあ、44連勝、まあ記録はね、少しずつ更新っていう話が、これはどこの業界でもあるんです。サッカーだけじゃなくて野球もそうだし、オリンピック関係の大会もそうです。その辺のところ数年前に見破られてるんですよね、アメリカは。だから今回、ワールドカップある程度のところの 順位で終わってると。まあそういう風なところで、まあスウェーデンに何があったのかまでは我々の方では深くは分からない、その災害情報とかね、まあ、もし何かあってそれを理由にして来られてるんだったら、そこは別に負けても恥じゃないし、まあ今なでしこジャパンの方たちに言いたいのは、あまり順位を気にしないことで、自分のその職業っていうものを好きで、あのスポーツ選手は行ってきたはずだと思うんですよね。嫌なのにその職業についていて国の代表にまでなれるかって言ったら、それは無理な話でしょうし、いや、それはそれで自分のチョイスした仕事ができて、好きなことができて、あの仕事として収入が得られている、だからそれは成功だっていうふうに受け止めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、私の場合は強く法のもとに平等というものを、進めてますので、ここ近年で言うとアメリカの前大統領であるトランプさんが起訴されましたと、パク・クネ大統領は、手錠をかけられましたと、世界中の政府や政府首脳の方たちや政府上層部に言ってるんですけども、絶対安全圏なんてありませんっていうことをお伝えしています。まあ
アメリカのトランプさんは共和党ですけども、今ジョー・バイデンさんが民主党だからそうなってるんじゃないかとか、そういうふうな物事の見方があるかもしれませんけども、ジョー・バイデンさんの親族の方もこの間、起訴されたのかな。まあちょっとした事件がありました。まあ金額的にはそれなりの規模なんですけどね。まあ日本でもこの間国会議員の秋なんとかさんかな、あの漢字は秋という言葉が入ってたと思います。まあその方が風力発電関係で捕まっている。で、これは賄賂じゃなくて、そういうの話なのか、まあ馬主関係、競馬関係に携わっていたのか、まあそちらの方に風力発電関係の会社がお金を回していたと。な、賄賂ですね。で、まあ贈収賄罪で国の方に便宜を、図ってもらっていたと。まあ一人だけかどうかわからないですよ。あと、まあガーシー議員っていう議員もこの間起訴されましたけども、ちょっと前ね、10年ほど前の頃ってまず自民党の議員さんが捕まるようなことはなかなかなかったし、まあ安倍さんももともと知り合いでしたし、鳩山由紀夫さんや、邦夫さんももうお亡くなりになった鳩山邦夫さんもそうなんですけども、元総理だったり元知事だった方とか、そういう人たちでね、本当に多くの方と私は、お会いして実際いろんなことをお話ししてね。で2011年以降いつものルートで送った SD カード、まあ高島彩宛で SD カード花子さんね。でまあ報道機関通して国会の方に話を上げてもらうと、ワンクッションに意図的に置いてるんですよね。でまあマスコミの仕事は基本的にこういうふうな、まあ先ほどの贈収賄事件だとか、あと大統領とかの、違法行為だとか、まあこれは日本の総理にも当てはまるでしょうし、他の国の、首脳にも当てはまってきます。それがなかったらみんななかなかしっかりと法律守ろうとしないんですよ。違法行為ばっかりどこ行っても。で、大して法律のこと分かってない。自分の仕事の仕方すら、よく分かってない人間が、裁判所で勤務されています。だからその辺のところは、まあちょっと注意したりだと。300番台のところに、まあ今回の訴訟の内容、令和5年、第485号を、カッコはカッコはが前の方ですね。まあその辺のところはね、いろいろ見てもらったら理解できるかと思います。政府そのもの、国連という規模で言ってもいいですね。政府そのものの闇の部分と、僕は戦っている部分があると。もちろんトランプ大統領は僕からの提案を政府として受け入れていただいて、北朝鮮とのね、友好関係、首脳会談とかも行ってもらったし、その当時の大統領だったムン・ジェインさんも、キム・ジョンウンさんと、お互いに会見していただいたりとか、あれ全部僕からの提案だったんです。で、まあ、キム・ジョンウンさんの方とは、習近平国家主席と首脳会談していただいて、で、まあ、北朝鮮のことは中国の方でフォローし上げてほしいと、まあ、ロシアももしできたらっていうことで、頼んでいました。今の、例えば50代、60代とか、もっと上の70代とかの人とかでも見受けられる傾向なんですけども、報道関係で出てる人のコメントの仕方について、頭の中はね、旧冷戦時代とかを引きずってる人たちが多すぎるんですよ。今の時代はもう全然そんなことないですか。私からの提案とかで、黒人初の大統領、アメリカでオバマ大統領が誕生しまして、習近平国家主席やプーチンさんとも、まあ、テレビに向かって話したりだとか、そういうふうなところも、多分昔もしかしたら習近平さんやプーチンさんも若かりし頃、
1998年前後の頃フルーツフラワーパークで会ったことがある方かもしれません。で、習近平さんの方もプーチンさんの方も3期目を、依頼していて行ってもらっている状態なんです。つまり私を軸にして考えると西側と東側とのその圧力なんてものはないんですよ。テレビの放送の仕方とか変な字幕をつけたりすることによって喋ってる内容と喋ってる英語とその字幕の内容は違うことがニュースで多々あるでしょ。でその辺のところを皆さん理解されてますかっていうところと、僕は英語は全くできません。ほぼもう 99% できないです。で、言葉の断片的な部分が出てくるからある程度のことしか認識できないんですよ。でそれまでにどのような話があったとか、その表立って淡井圭介の話が出てこない限り報道関係に関してはどう受け止めたらいいかわからない。そもそも一時期アラブの春とかいうものを2013年かそれぐらいの頃テレビで放送してたでしょう。で、あれはそもそもオイルショックの前、つまり1970年ぐらいの頃の中東第四次戦争かな、それぐらいの頃の話であって、それがさも最近起きてるかのようなニュースの報道してるでしょ。だからウクライナとロシアの戦争のニュースをここ近年放送してますけども、私からしたら話のそらしを使っている。コロナウイルスについてはあれはもともと医療機関の研究所が余計な菌を使で世間にばらまいてしまってああいうふうな事態が発生した。でもともとコロナウイルスのワクチンは効かないんですよ。これ岸田さんも打ったし、小池知事も打ちましたけど、東京都知事のね。だけどもその後、コロナウイルスにかかってるでしょ。もともと一番最初のニュースがどうだったか私覚えてるんですよ。ファイザー社もモデルナ社も、まあ、アメリカの企業であって、コロナウイルスのワクチンを作ってるという、会社なんですけども、効くかどうかわかりませんけども、無料で使ってみませんかで、各国にばらまいてるんですよ。これは、横領罪でいいんです。無料なのにって思うかもしれませんけども、違います。みんなの税金を回してもらって、ね、薬品の開発とかをしてたんでしょ？あなたたちって、大学とか見てみなさいと。そういう話になってきます。製薬会社とかもね、国のお金紛れ込んでるでしょって。で実際世界中どうなったかって言ったら、各医療機関で効きもしない、コロナウイルスのワクチン打ってたでしょ。逆に危険、コロナウイルスのワクチンを打って亡くなってる人たちも結構出てきてる。もともと意味のないものを体に打ち込んでますから、かなり危険ですしてることはね。でその辺のところについてで私の裁判で、進めようとはしてるんですけど、先に今防衛省や警察機関と、まあ、精神病院関係、精神病院関係もかなりの脱法行為今までしてきてますから、まあ、国連レベルでもその異常性っていうのが、法律の中でも毒を認めてしまってる。でそれはね、薬品関係のところの法律の規則の方なんですけどね、ホームページ淡井圭介の利益の317番にある程度の法律名は出しています。で一般社団どうこうっていう法律なんですけども、あちらのちょっと待ってください、ホームページ見てください。30条前後のところ、そこまでの法律名を出してこられるとどうなるかって言ったら、議員さんも関わってた人たちは全員アウトっていう形になってきます。で、民事訴訟法と刑事訴訟法を見てもらったらわかると思うんですけど、民事訴訟法を順番に読んでいくと最後の方、刑事訴訟法みたいな形になるんですよ。だけども、民事訴訟法の中の民法という中で、ここ、三審問以内までの請求っていうのがあるんですね。それを使うことによって、大企業で悪さをしているような連中がいたら、その人たちに、まあ、今回の裁判でも僕は持っていこうとしている形は、医療関係や、その製薬、まあ、薬品を作ってた会社は、ひどく人権を脱法した、まあ、要するに、
日本国憲法違反ですね。で、多くの法律違反をしている集団暴行事件を行ってしまっている。で、それを民事という形で今まで多くの人たちにそういう薬を販売してきた、そのお金、使ってきた税金全部国庫にあなたたちの方で返納しなさいって、そこまでします。で、そうすることによってそうしようとしています。できるかどうかわからないですよ。これ世界中の国連加盟国どこの国も行ってたことであって、薬というもので毒飲ませて相手を抑え込む。ロシアのニュースとか見ていてね、プーチン大統領への反対勢力であったなりわぬ医師かな、その方が毒を飲まされていたとか、ああいうふうなテレビの放送あるでしょ。それはもしかしたら本当のことかもしれないし、事実あったことかもしれないし、日本の淡井圭介の例に置き換えてテレビで放送してるんじゃないかなっていうのをたまに僕は感じます、テレビの放送についてね。だからテレビの放送自体、まあインターネットの記事、まあテレビの放送でも例えばこの間も見かけたんですけども、警察官の人が職務質問をした時に外国国籍の人に、頭をドライバーで刺されていると。まあ病院にその警察官を搬送された後はまあ軽傷ということだったんですが、骨に異常はなかったとか、まあそういうふうな状況で、まあドライバーで刺されたぐらいですよ。それはかなり痛くて、ひどい怪我だとは思いますよ。まあだけども、まあ命には別状はなかったっていうニュースなんですけども、あのニュースね、ある程度定期的に流れるんですよ。で、普通に考えてみんなそんなにしょっちゅうドライバーなんか持ち歩きます？まず持ち歩かないでしょ。なぜあんな事件が起きてるのかっていうところと、昔のニュース流してるんじゃないのかっていうところをどうしても僕は考えてしまう。だから最近280番台から300番の間のところにいろいろ上がってきた事件を記載しています。警察官が捕まってるケースももちろんあります。公務員の人が捕まってるケースもあります。で、議員が捕まってるケースもあります。物事何を見てるかって言ったら人格なんですよね。これは法律でもあります。人格破綻者なんかには経営なんかさせられませんから、法律的にもね。で、なでしこジャパンはじゃあどうしたらいいのっていうところで、まず要点をおさらいしましょう。解説席に座る人間はその日の試合を、特に日本人のね、解説者、アナウンサーもそうなんですけども、勝ちに行くんだっていう強い気持ちがいる。仕事中なのに笑いながらものを言わないこと、もうその時点で勝てる試合も勝てなくなる可能性かなり高くなるんです。これもプロ野球の試合でも同じような現象は起きてるんですけども、自分の集中力を高めて解説席で話してる内容を僕は頭の中に入ってこないようにしてるんです。そうしなかったらその人たちの影響を受けますから、選手は。だからたまに、まずさ、1週間前のそのプロ野球の試合でテレビに向かって言う方法でね、解説席へって、あなたたち自分が何を言って目の前で何が起きてるか分かってますかって、言った通り、あなたたちの言った通りヒットを打ったり発生してるでしょって、それ分かってますかっていうことで、この辺のところが分かってきたら、防災のところのレベルまで到達できるんです。台風の件とかね。台風の、動き方に関して、台風についてっていうものを、ホームページ、淡井圭介の履歴の95番あたり、そのあたりに台風についてっていうものを載せています。昔から、天気とか、防災台風の、消滅だったり、発生地点ずらしたりとか、徐々に威力を弱めていって消滅させたりとかね、そういうふうなことを意図的に行っています。あと、今年言ったら、北風を吹かせてそらしたりとかね、台風はあれは3号ぐらいだと思うんですけどね、関東にだいぶ近づいていた台風、和歌山や静岡県、日本、太平洋側の、各都道府県で大きな被害が発生していた台風ですね。その試合見てもらったら、北風がじゃあいつ吹いてるのっていうところは、その頃の阪神タイガースのね、試合見てもらったら分かりますと。
旗の揺れ方で北風が吹いてるっていうことは分かるし、その時の試合 の、 その監督はね、岡田さんが言ってる言葉、北風が吹いてるっていう、風が吹いてるっていうことをね、しっかりと言ってくれています。僕のホームページを見ながらね、対応してる、まあ、だからこそ、まあ、これだけ勝ててるっていう部分もあります。そういったことを各スポーツ選手していますかっていうことなんですよ。で、例えば男子のラグビーに関して、今年ワールドカップありますけども、1ヶ月ほど前にホームページでしっかりと、今回は男子のラグビーワールドカップを降りさせていただきますっていうことを記載しています。これはなぜかって言ったら、本番が試合開始時間が朝の4時からとかなんですよ。で、そんな時間帯にいちいち起きていたら身に持たないんですよね。で、まあ最近強化試合としてフィジーの選手と試合をして、フィジーの、あの国家代表のフォーとラグビーの日本代表が試合をしてましたけど、まあやっぱり勝てません。まあもともとをたどっていくと、淡井圭介の力を借りて国家代表戦勝ってきたでしょって。でその中で誰からのお金の支払いもないっていうのは、これはスポーツ業界としてどうなんだというところが、目的にあります。でこれは世間第三者の方に全ての話を公開された時に、どちらが非難されるか、その事実確認が本当にされた時ね、あの人の言ってることが本当なんだっていうことが分かった時に、誰が非難されるかっていうことを考えたら、火を見る目も明らか。そしてエシロンというシステムによって人間の音声をコンピューターが、ずっと拾っています。100年分ほどの音声を拾ってるということです。これは全国の、新聞紙でも、掲載されました。でテレビの世界丸見えでも、10年以上前からエシロンというシステムについては公にしています。他の番組でもね、見かけるときは見かけます。で僕もどの番組がどのような放送してるかっていうことをいちいちチェックしませんので、ね、まあそういうふうなことを僕のホームページにいろいろ記載してるんで、いろいろ勉強していただけたらなと思います。もちろん、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。まあ例えば女子サッカー選手の方たちがそれほど多くの所得は得てないっていうのは知っています。ごく一部の人はね、一時大きな、稼ぎ、私から言わせたら年収500万円以上の人が大きな稼ぎなんです。富裕層なんです。でまあ仕事の絶対数のこととかいろんなことを覚えていただいたら、先進諸国はどこも少子化してるところとか、あと家の買い方とか覚えてもらったらね、早いうちに早くみんな結婚しなきゃならないっていう話になってくるんですよ。家のローンに関しては、所得税の控除で家のローンは返済していくものなんです。所得税っていうものはみんなが引かれてる、会社から引かれてる源泉税と呼ばれるものです。一回それでお金を集めていて社会保険に加入しているこの分、所得税の控除としてそれで源泉税が返ってくるとか、まあそういうような仕組みになってると思うんですけども、その辺のところに関して所得税表をね、簡単なもの A 表 B 表をホームページにも貼り付けてます。40番台ぐらいにあったと思います。その辺りはね、まあいろんな人たちの基本給の形態だったり、まあ賃金の算定表っていうものを載せていたりします。だいたいそういうふうなものがあるんでね、大きく相場から外れるような収入を得てる人は、私から言わせれば脱法行為であると。だからそのサッカー選手男子でも、その例えば年俸1億超えの人たちとかね、それは移動の交通費とか宿泊費とか自分の実費で出してます、だったとしても、それはもらいすぎなんです。それはみんなの税金でスタジアムを作っちゃってるんですから。どこの球団がスタジアムと土地を球団保有にしてます？無理なんです。それすると破産するからなんです。固定資産税とか毎年払わなきゃならないでしょ。それだけで高い球場とかだったら何億もかかります。年間だけでね。
入場料なんか大した金額ないでしょ。だからもともと本当に渡してたんだったら私から言わせれば横領事件なんです。で、安倍総理ですら一部のデータによると年収は2400万円だったんですよ。だから多くの金額、もともと内閣の人たちとかって収入の 20% を返納したりとかそういうことはもともとしてるんですよ。もともと政府にも間違いがたくさんあるっていうことでね。安倍さんなんかはまあテレビで流れてる映像で、まあニュースの内容とは違うことを言ってるんですけども、こうおっしゃってたんですね。この年になってそんなにもらってたら笑われますよっていうことを真顔で言ってたんですよね。だから富の分配っていうものをしっかりとしなきゃならないし、エネルギーの残存量問題もありますから、もう最近でもうものすごくね腹立たしい思いをしたのは、まあ、別に今怒っては言ってないんですけれども、広島に新しいサッカースタジアムを作ると、これだけエネルギーの残存量問題とかがね逼迫しているのに、もともとサッカースタジアムなんか広島県内でもあります。老朽化したんだと他を使えばいいんです。それは最近記事になった千葉ロッテマリーンズの方にも私はメッセージとして発信しています。それをしっかりと報道機関が伝えているのかどうかで、こういうスタジアム作るようだったらはっきり言ってそれを許可出した、知事市長議員そこの都道府県にもう行きますよ。そちら本当に無駄な金使ったら君たち一族三親等以内まで請求をかけて君たちが生活保護者のまま働いて返しなさいって、そういうむちゃくちゃきつい際は本当にしようかなと思ってます。言うこと聞けないんだったらね。一応国会でもいろんな、元総理や、総理や、その時の大臣とかに言ってもらってるんですけども、大きな声で真顔でね、大臣クラスのままでいいっていうことでね、一応国会では僕は大臣クラスということで通っています。だから私から言わせたらね、ちょっとやそっと年齢が上なだけで、大きな会社の大企業の役員なだけで、これだけエネルギーの残存量問題逼迫してるのに、していいことと悪いこと区別ついてないのっていう人たち、まあ、僕はもうあっさり言いますよ。そういう人たち見たら、あなた役員に向いてませんよって、実力はありませんよって、実力社会に戻さなきゃ無理ですよって、まあそれぐらいの、まあまずはエロ業界潰しだったりとか精神病院のシステムとか、今までその辺のところね、結局大企業とか公務員とかね、ちょっとまあ足組みながらで申し訳ないんですけども、淡井圭介という人間性を見た時にね、こいつはまずいと、皇室の方ともともと人脈があると、で歴代の、総理や、有名な知事とかともともと会ってきた人間で、昔から名前が通ってると。で、テレビに向かって言う方法とか、まあ、僕の場合は自動的に脳がハッキングされている状態でもあるので、基本的にテレビの報道で字幕を読んでる内容は、まあ、例えばアメリカの大統領の映像が出てきた時に、その内容はアメリカの大統領に伝わる、日本の総理に伝わる、習近平国家主席に伝わる。これはもうどこの国の首脳だろうが外交官だろうが同じなんです。報道官だろうが、映像としてテレビに出てしまうと、みんなある程度そういった部分、何かの声を、聞くと。でその辺のところはひどく曖昧になってしまうので、まあ、はっきりね、僕が喋った声とかで何年の淡井圭介、まあ、リアルタイム型ですとか、こうなってますとか、まあ、そういうふうな内容を伝えてきたらね、ああそういう状況なんだなとか、そういうことが伝わるんでしょうけども、なんか聞かされてる世界各国の首脳や日本の総理や、まあ、他の大臣の方も同じなんでしょうけども、その辺の説明を付け加えてあげなかったら、その聞こえてきてる意味がわからないんですよね。まあだいぶ長くなってきましたけども、まあその辺のことがあってね、大企業の役員や、まあ、もしくは課長以上、まあ、主任以上とかでもいいんですけども、まあ、エロ業界と深
深く関わっていたとか、要するにそういうところ、あのキャバクラとかホステスがいるようなところ、銀座のクラブとか、そこでも同じですよ。暴力団が運営してるから、そんなところ飲みに行ってお金なんか使ったら暴力団の資金提供ということになります。これ逮捕だけども、その辺のところはまあ、多くの国民に損害を与えたとして、まあ、もちろん、お水さんも閉じさせていかなきゃならないし、暴力団でしたっていうところも、運営者はね。で、そいつらの口座とか、持ち物全部差し押さえて、もちろん土地、建物、車、貴金属類、売れるようなものね。まあ、そういったところを徹底的に潰していって、国庫に返納させていくと。まあ、それで消費税が上がるのはストップはできます。あと法人税を多くの純利益を上げている会社に関しては、それに高い、法人税をかけさせてもらうと。それをしなかったらね、余計な建物をすぐ作っちゃうんですよ。会社がお金を持つと経営者の人たちは身勝手に勘違いして、なんかこの間も神戸市に大和証券さんが作らなくていい証券会社の建物を新しく作ってたんですよ。もともと神戸市内に証券会社なんか山ほどあるんですよ。先進諸国はどこも少子化していて、エネルギーの残存量問題に対応していかなきゃならないか、いらない仕事を徹底的に潰していかなきゃならない。っていうことは余計なことをしてる余裕がない。もちろん建物を建てるっていうことは、多くのガソリンとかを使用してます。電気もそうです。物を加工してますからね。鉄骨から何から何まで。運搬もそうですけど。だから余計な建物なんか建てたらダメ。だから、よそで、すでに神戸市の中央区で出店してある、証券会社、山ほどあります。たくさんあります。ですので、そこに任せておけばよかったんです。まあ、会社がお金を持つと、まあ、そういうふうに、無駄にお金をどうしても使ってしまう。まあ、その辺のところがね、経営者にもなって、社長にもなって、まだそんなこと覚えられないのっていうのが、私からのストレートな物言い方。これぐらいあっさり言う人間だったら、その人たちが僕の言ってる内容を真面目に受け止めようとしないんです。で、そこで危機感を持たすのは訴訟で、そういう人たちに、国庫へお金を返金させるっていう方法ね。そこの一族下手したら終わりますよっていうような方法ね。なぜ一族っていうのは、その三親等以内の請求もあるんですけども、株の押収とかね、そういうふうなところで国が動いてね、で国が株を売却すると。だから、物事の見立てとしては、どこの事業も縮小していくんですよ。先進諸国どこも少子化ですからね。で、それをしなかったら早くエネルギーが尽きて、世界中で90億人以上の人が餓死します。日本でいうと確実に1億人以上。急に物流が止まるから、エネルギーの輸入が止まったらね。まあ、そういうふうなところと僕は向き合っていて、解決策とかを提示してるんであって、スポーツ選手として覚えなきゃならないことと、あと人生として女性ですから少子化問題に向き合わなきゃならない。で、家を建てるときって所得税の控除の話しましたけど、最初の5年間ね、金利負けてもらえるんですよ。すごい低金利で。だからその間に、まあ、夫婦共働きで一気に最初のローンを返済しておく。その方法がなかったらね、まあ、分譲マンションもそうですけども、家の購入なんかできないんですよ。で、早めに借金を返せておけば、あとは固定資産税だけになってきますんで、もし何かあって生活保護者になったとしても、家を売らなくても済むんですよ。だから親の介護が始まった時にどうなるかとかを自分の人生先読みして、結婚したから日本代表から落ちるんじゃなくて、結婚をしてます、家購入しました、是が非でも勝ちに行かなきゃなんない。これが正しい状態。出産はその後。まあ、こういうような順序はね、しっかりと分かってなかったら、ある程度もう30超えてきたら、もう家の購入なんか絶対無理ですよっていう話になってくるんですよ。結婚してもね。可能性があるとしたら、両方とも、夫婦ともに議員。で、その議員生活が終わったとしても、議員としてね、働いているときに、変な事件とか犯さなくてね、賠償金とか払わされられないのであればね、
まあ、30歳からでも家のローンの返済、まあ、3000万円ぐらいまでの家なら土地建物込みでね、まあ、それぐらいならなんとかなるかなっていうところですね。これは世の中の現実。もともと仕事の数は少ないんですよ。そこに輪をかけて自動化を進めてきてしまったっていう部分があるんで、まあ、僕のその YouTube で喋ってる内容とかもしっかりと、登録チャンネルをして、僕はどんなことを今まで話してきたのかなっていうことをしっかりと自分でね、聞いて、で、これはメモとして重要だなっていうところ、メモとして押さえるようにしておいてください。それが、もう一度ワールドカップで頂点に立つための一つの条件だと考えておいてください。その辺のところ分かってなかったらね、僕にも対応するところ、限界がありますから。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。選手、監督、コーチの皆さん、関係者の皆さん、お疲れ様でした。決してね、ベスト8という順位が悪い順位ではありません。世界での中でベスト8ですからね。本当はね、世界で10位以内に入れたら、ものすごいことなんです。ただし、世界ナンバーワンになるっていうのはね、簡単なことなんじゃないんです。いろんな条件が必要になってきます。以上です。皆さん、僕の YouTube をしっかりとご覧になってね、あといろんな人たちに勧めていただいて、しっかり聞いて、覚える。で、一応ね、僕は生活保護者なんですけども、まあ今は裁判にも集中しなきゃなんないし、まあ働きに行こうとしても、やっぱりもう40半ば超えましたから、どこ行っても面接さえ始まりません。で、生活保護者は、例えば1万5000円ほどの稼ぎがあったら、そのまま手元に残るんですよ。まあ、それを超えてくると、ある程度、国の方にお金を、納めなきゃならないんですけども、例えば YouTube で、登録者数が1000人以上で、過去365日間で、再生時間が4000時間を超えると、まあ、収入が入ってきたりするじゃないですか。まあ、それによって、まあ、僕を助けるっていうことも、にもつながるでしょうし、本当はね、スポーツの勝ち負けで、例えばワールドベースボールクラシック、淡井圭介の力ありで優勝してますから、今年。他の年もそうですよ。僕は対応してましたから。ダルビッシュ有が最後までマウンドに登っていて優勝した年とかね。あれは2012年ぐらいだったかな。2009年かもしれません。本当は、賞金額の 2.5% ぐらいをいただきたいなと考えています。個人の権利ものに関しては 2.5% なんですよ。まあ、特許関係とか著作関係になってくるんですけども、まあ、特許関係だったら販売した時の価格の 2.5% ぐらいが相場ですね。だから、何か収入として入れなかったら僕も、まともな生活が成り立たないでしょう。成り立ちませんし、あとは、各、団体で対応してくれる人を明確に、まあ、決めれたらなと思っています。そうじゃなかったらね、どの試合から手をつけたら、みたいな部分もありますしね、対応することの多さに、多すぎると限界もありますし。だからまあその辺のところを僕が喋ってる内容とか聞いていただいて書いてる文章を読んでいただいたりとかしてまあ勉強していただけたらなと思います。それでは本日この辺にしておきな報告をしておきます。長い間ご清聴ありがとうございました。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。それがね結局その YouTuber としてそのお金が入ってきたらそれだけ僕も動きやすくなりますしね。それがエネルギーの残存量問題解決に早く結びつきますしね。そういうわけですので、皆さんご協力のほどよろしくお願いします。